さあタイガース同点のチャンスを外のボール打った。上がりすぎた。あ、でもタッチアップしそう。中野、中野いける。よし。同点のランナーがタッチアップ。オッケー。サードランナーがホームに帰ってきました。大山きっちりと犠牲フライを決めました。やっぱ打てなかったら作戦を変えるっていうのはやっぱしっかりやらないと。やっぱこれがプロ野球スピリッツよ。いいね戸柱。さあご覧いただきましょう。あれ見て戸柱って分かるやつが本当に野球ファンよ。そうですね。にわかは分かんない。あれ見て戸柱とは分からない。うるせえな。関根こんなうるせえのかよホーム。おい中野取れるって。今日なんか中野やる気ないな。どう見てもお前守備 A だったら取れるだろこれぐらい。そこが曖昧なんよなプロスピって。ここまでの範囲なら絶対取れるってのを決めてないから、守備 A なのに露骨に取らない時あるんだよな。そこどうにかしないと。守備 A で今の取れなかったら終わりでしょ普通に。結局守備じゃなかったら取らない時がある。なるほどね。そこにもそれが生きてきてんのかプロ野球スピリッツって。そういうことじゃなくない？積極消極的ってそういうことじゃないだろ。それはプロとしての甘えじゃねえよ普通に。積極守備ってそういうことじゃないだろ。プロとしての甘えだろそれは。あれを積極じゃないから取れないっていう理由にしてるんだったら終わりだよ普通に。プロとして終わり。積極も消極もないわ。あれは取らなきゃプロなんだから。ああでも積極守備ついてないわ確かに。積極走塁積極盗塁、その自信があるなら守備も自信つくだろうな。あ打撃積極性はないんだもんな。よくわからんな。バーサスかでも大丈夫か。通訳いらないかお前三浦監督。大丈夫伝わってなくないその声。大丈夫か通訳いないぞ。外何言ってるか分かってんのか。外が三浦監督が何言ってるのか分からないだろうし、三浦監督は三浦監督外が何言ってるか分からないだろう。それはこうなるわ。分からないだろう。インコースかアウトコースかも伝わってないよ多分。分からねえよ通訳いねえもんだって。